しよしよし、素敵です。あ、素敵です。こんばんは。あ、メリークリスマス。メリークリスマス。何歌う？じゃあ We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. メリークリスマス。メリークリスマス。みんな、あ、私カバンが入っちゃう。あ、ごめん。今日はすっぴんで朝からお仕事。朝からではないか。私朝からでしょ。朝からか。あれはドアサだよ、うん、そっか、うん、朝からお仕事でした。頑張りました。クリスマスすっぴんでお仕事して悲しかったです。でもいいんだよね、クリスマスのお仕事って。すっごく嬉しいことだよね。そう思う。でこうして2人でクリスマスパーティーを開いてます。今外じゃないよ、今ホテルだよ。ちょっとフーチホってやろう。今ホテルだよ。フーチホ。チキン食べた。だって今日も食べました。食べました。もう私の、私頑張るとか言ったのに。でもいいんだ、クリスマスだもん。なんて言ったってクリスマス。そうだよ。なんて言ったなんて言ったってクリスマス。私はアイドル。あ、ダメじゃん。フーチホでお仕事。フーチホでお仕事じゃない。大勢でもない。少人数。うんって感じ。少人数なのか。まああまり気にするな、うん、ちっちゃいことは気にするな。こちかこちか。こんばんは。クリスマスが今年もやってくる。ララ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 ラ
った。そうだよ。メンバーといっぱい会いましたよ。うん、そうだよ。でも確かに今年 CM あんま見てないね。なんか確かになんか CM でクリスマス感じてないかも。本当に感じない。なんかマジでクリスマスって感じせんし、うん、年末って感じせん。ね。うん、まだだって11月28日って言われても、あーだよねって感じ。ちょっとよくわからん。そういう気持ちです。こんばんは。こんばんは。あ、私の二の腕触ってる。どう？二の腕腕二の腕腕二の腕二の腕二の腕っていい。そうね。うん。フチホっていいよね、だって。そうよ。そうだよ。フチホです。うち欲しか勝たんな。そうやろ、うん、こんばんは。みんなクリスマス何してたの？ね、気になる、うん、みんなのクリスマス教えてよ。チキン食べたかな。ケンタッキー？ケンタッキー KFC ケンタッキー。2人でクリスマスらしいことしたの。あの七チキのね、骨付きチキン食べたよ。初めて見たけんめっちゃ嬉しかった、ね、美味しかった。しかもめっちゃ美味しかった、うん、あれ限定なんかな。クリスマス限定っぽいよね。あ、夜勤です。ハンバーグ煮込んでたとか。仕事はです。お疲れ。お疲れ。仕事して帰ってきた。お疲れ。アニメ見てた。イエイ。最高最高。ローソンチキン食べた。最高最高。ハロー。普通に仕事、はい、お疲れ。七チキちょいちょい売ってるって。あ、そうなんだ。え、そうなんじゃ。見たことないね、うん、初めて見た。東京の方なんかな、うん、確かに。か、広島ないか。ないね、うん、東京にはあった。そう、美味しかった。それ今日食べた。お、お揃いの。あ、お揃っち。あららっち。メリクリメリークリスマス。
Christmas silent night あなたに会いたいメリメリクリスマスホーリーナイト特別な夜に特別だよクリスマスって。私クリスマスは特別だと思うんだよねやっぱり、うん、思わない？思うね。クリスマス特別だよ、うん、クリスマスってすごく好き、うん、街のイルミネーションは光の花よ季節の花だな。ショーウィンドウは12月のカレンダー。はいはいはい、プレゼントちょうだい。だってプレゼント来た。あ、じゃあ私の髪の毛を1本。あー、言えない言えない。プレゼント来てない。一人暮らしだしね。いや一人暮らしそういうことじゃないよね。そうだよ、何言ってるの。間違えた間違えた、うん、そういうことじゃない。サンタはだって煙突から入ってくる。煙突ないけん。そう、煙突ないから来なかったの、ね、そう、一人暮らしとかじゃない。申し訳ないな、うん、煙突なかったから来なかった。そう、うん、悲しい悲しいクリスマス、じゃあ理想のクリスマスの話しよう。いいね、うん、理想のクリスマスは、うん、なんか暖炉の前でアイス食べたい。アイスケーキ最高。家にいたいよね。でも結局家にいたい。でもイルミネーションすごい好きなんだよ。覚えてる、千穂ちゃんにさ、うん、去年さ一緒に2人でさこのぐらいの季節の時にね、うん、なんか長野の里とかハウステンボス行きたいって言ったじゃん。風があの言ってた気がする。すっごい前、もうすごい言ったじゃん。言ってた気がする。イルミネーションみたいって、うん、でもちゃおちゃんはもうみじんも興味がなさそうにしてたの。なんか行ったことあるやつよそれ。あ、ほんと？うん、なばなのなんちゃら、なばなの里。なんかいとことおばあちゃんたちと年末に、うん、結構何年か旅行行っとって、その時に行った、うん、行きたい。行こうよ今度。え、行こう？今なら行ってくれる？うん、え？行こう。私なんて言ってた？その時、え、イルミネーション、ドリミネーションもあるやみたいな、広島にあるやって言ってた。だって寒いじゃん、ね、夏さ、こたつ入ってたよ。それはそう、入ってよ、うん、それは最高。いつも入ってるよ。確かに。こんばんは。こんばんは。もう最近さ、うん、もう毎日毎日何十時間も一緒にいるよね。それな。でもね、本当にもう私たち本当に写真も撮らないし、本当に撮らない。なんか痕跡残さないよ ね、なんか痕跡、一緒にいる痕跡残さないよね。うん、ダメだよね。ダメだと思う。もっとメールとか送らなきゃね。送んないよね。なんでなんだろうね。一人いる時あんま携帯も見んくない。え、見てるよ。でも私たちは見てる。え、なんかえ、でも夜は見んくない。夜は見ん、全く見んくなるよね。うんうん、うん、で、一通り見ん時間が終わったら、うん、お互いめっちゃ見る時間に入って、ほんとなんかあーとか言い出す。そう、そうなの。そうなんだよね。うん、こんばんは。こんばんは。いつもうちんちのこたつで、そう、ゴローンってなって、ね、寝てる。いつも寝てる。気づいたら寝てる。うん、クリスマスだ。クリスマスやでね、うん、嬉しい、大好き、うん。お風呂中でもずっと携帯見て。お風呂の時見ないよね。でも あんま見るか。見て、持ち運ん、持ち入れてるわ。持ち入れてるよ。なんだ、持ち入れてたわ。なんなら持ち入れてるよ。そうだった。ケーキは食べてないね。食べてないね。ケーキ、ケーキ食べてない。チョコケーキ食べたいの。私なんかモンブランが好きなんよ。あー、いいね、うん。なんかチョコケーキ食べたら、うん、吐きそうにならん？ならん。だよね。うん。そうだよ。ね、やっぱりか。やば、もういくつ寝るとお正月だって。ね。うん。ケーキ食べてる。考えらんない。考えらんない。うん、お正月か。正月
夏を包そう。うんうん。シャーン。すっきりした？した。あった。人のくしゃみ好き。たまにすごい人いるよね。私やん。あなたもすごいけど、それもっと私のお父さんとかすごい。なんか。みんなのもうなんかもうすごいんだよ、もうとにかくすごい、とにかくすごいの。いつも実家に帰ってさ、ショールームすると絶対にパパのくしゃみがここにまで届くの。1階と2階なのに。そう、すごいよね。こんばんは。ふーちゃんあんまくしゃみせんくない？うん、あんませんかも。思い込まん、今ふーちゃんのくしゃみなんだったけど。なんかさ、うん、なんか一時期なんかくしゃみを自分でこのギリギリで止めるのにハマってたの、うん、なんか、うん、みたいななるよ、なんか、うんうん、でなんかどうやったらうまく、うん、なんかみんなにバレずに、うん、くしゃみをいかになんかしたいんだけど、うん、なんかバレずにいかに止めるかみたいなのを自分の中でハマってた、うんうん、それは変わってるね、うん、その時ハマってたの、うん、そっからではあんませんくなったかも。なんかさ、でも授業中とか我慢したい時あるじゃん、うん、そういう時に我慢するほすればするほど、うん、とてつもないくしゃみが出るから。わかるね、うん、もうすぐ脱線してた。そっか、確かに ね、うん、今日は今からお風呂に入ります。お風呂入って寝て寝て起きる、で26日を迎える。人間ね、人間って感じ、めっちゃすごい。わかる、うん、明日早いね。明日はもう、明日の方が早くない？今日より。うん、ね、じゃああんま変わらんかも。いやちょっと変わるわ。うん、30分か。あ、めっちゃお腹鳴ってない君。ね、お腹鳴ってる、ね、うん、消化の音って感じ。消化音、うん、明日早いよ、メリークリメリークリスマスサイレンナイ。明日土曜日だって。あ、そうなんだ、ね、知らなかった。考えらんないね、うん、明日もお仕事か、お疲れ様。へへへ、明日も仕事やで、頑張って。あ、確かに今日で仕事納めの人もあるんか。そうだね、うん、いいな、すごい、ずるいな。でも今年、うん、去年とか一昨年よりちょっと休み長い気がする。あ、そうだ、年末年始ちょっと長いかもね。ね、うん、年末年始やること多いな、ふ、うん、もう一生まったりで、まったり、うん、初コメです。ありがとう。ありがとうす。いつぶりだっけ、部長で配信する。え、なんかホテルの時しかせんくない？確かに。一回さ、ちょんちでやったくない？あ、やった。ちょっと前に。ね。うん。最近ちょっとずつ頻度上がってきたよね。うん。こうやって大々的にさ、2つの画面でやるの久々じゃない？うん、あ、そうだね、確かに、ね、久しぶりかも。ふーちゃん好きな数字1から16の間で1つ選んでほしいんだけど、2。何ですか、競馬ですか？なんか好きな数字って言われたら、なんか競艇とか競馬とかのイメージある。確かにお話し会とかでさ、うん、好きな数字3つ選んでみたいな言われた時に、うん、
なんでって言ったら、うん、なんか言ってた。そういうの、うん、うちも協定って呼んだことある。協定。有馬記念か。16まで選べるの？ね。有馬記念。へえ。有馬記念って何？競馬。うん。全国からできるの？それは。その場所にいないといけない。え。全国からできるのってどういうこと？なんかその会場にいなくてもできるの？うん、え、でも見にできると思う。オンラインで見れるんでしょ。あ、うん、ネットで買ってみたいな、うんうん、そういう意味か。うん。今はね、確かにオンラインでね。確かに馬綺麗で、え、聞いて、一回ね、あのオンライン話し会で、うん、馬を映してくれた人がいて、え、すごいね、うん、もう初めてで、うん、な、馬をさ、めっちゃ生々と、うん、チカチカと見ることないじゃん、うん、でもなんか、それで見て馬って可愛いって思った。めっちゃ毛並みが綺麗な馬で、そう、可愛いと思った。馬ね、乗りたい、うん、乗ってみたい。うま馬出しだよ。ちょ、え、そうなの？そうだよ。ぽくない。うん、馬出しだよ。同級生みんな馬出しみたいな感じだよね。うん、え、何出し、何だと思う？タラ、タラ、タツ、あ、ね、牛、トラ、ウ、タツ、ミ、馬じゃない？ミーからわからん。そのミーから言わない。あ、待って、また。ね、牛、虎、うたつみ、馬、ネズミ、な、猿、キジみたいな。ネズミまた出てきたよ。ね、牛、虎、うたつみ、馬、ネズミってさ、またまたね、牛、虎、うに戻っちゃう。ほんまや、エンドレスネズミ。エンドレスネズミ。エンドレスネズミ開催されてる。うん。AB 型でしょ？私 AB 型、うん、O 型でしょ？うん。あとどう、そういうのって何があるっけ？右利き。右利き。ウォーザじゃねえよ。え、ウォーザ、自分がってこと？あなたが、うん、あなたは、うん、11月でしょ？違う。みんな、みんな今のは画面録画しましたか？皆さん、違う違う違う、私の誕生日は11月です。10月7 10月7 あ、ごめん、私の誕生日わかる？3月21。おい、嘘。それは福ちゃんか誰か。あれでも3月でしょ。3月。あれ何日だっけ。うん、でもその辺でしょ。ねえ、待って待って、分かるよ、分かる、当てて見せる。若干分かりやすいよ。どういう意味で？ヒントヒント。なんか最近、私去年も祝ったんだよ、覚えてるよ。いや、覚えてないんだけどね。本当だ。最近のカテゴリーで考えると日付が出てきやすい。最近のカテゴリーで考えると出てきやすいの、日付が。うん、わかった、7。違う。なんで？ 3 月、うん、20代？ 20代だ。10代。17、17、17、17、17。お前でした、2月17発売日だ。そうそう。そうだそうだそうだ。最近のカテゴリーでしょ？うん、最近のカテゴリー。うん、3月17だ、そうだそうだ。そう。うん、あと、半年の誕生日覚えられない。あ、そう、分かる。お互いのいつの話。あ、そうだそうだ。あと何話したっけ。あ、なん、じゃあ何座？天秤？魚座でしょ。あ、私天秤だよ。天秤座。天秤座。天秤座です。そっかそっか。右利きでしょ。うん。あと何があるっけ。お兄ちゃんいるでしょ。お兄ちゃん、お姉ちゃん。お姉ちゃんいる。お互い末っ子だね。あ、末、確か末っ子だね。うん。末っ子感あるんかな、風中派って。ないでしょ。幼稚園のクラスだって知らねえ。すみれ？いや、そういうのって、え、すみれ、え、すごい。え、で、なんか、ね、いっぱいあるじゃん、年中さんも。え、そう、年長がレンゲとすみれだったんよ。レンゲ、え、食べるやつ。え、違う違う。で、すみれの方だった気がする。あ、そうなんだ、うん、すごい。私年中がすみれだった。ああ、そう、じゃあ年下か。うん、年下の時。うん、そうそうそう。じゃあ、小、6の時のクラスは？え、待って、思い出せん。え、君のはってどういうの？任せて。6年、うん、1組っぽい。うん、違う、私
小学校の時1組になったことないんだよ。すごい、1組の顔してるよ。でも嘘、2か3だった、うん、私の偏見なんだけど3組は悪い子が多いイメージ、うん、悪い子っていうか、そうだった、なんかちょっと真面目な子が多いイメージがあるの。わかる。で2組は、2組がボーンのクラス。え、2組はめっちゃ元気やけど、うん、なんか私が元気だった2組、真面目な、なんか何、うん、真面目だけどめっちゃ元気で超仲良し。3組はちょっとやんちゃ、うん、1組はめっちゃ真面目、めっちゃ頭いい、めっちゃ頭いい、うん、1組が一番頭いい。タマ来た、ありがとうございます。あら、誰さんだ、タマ、タマ、タマ、キク、キクアニさんかな、ありがとうございます。トナカイだ、トナカイほんまや、アメリクに、ありがとう。メリークリスマス、とてつもない偏見だって言われた。確かに。え、でもジョンもそんな感じだった、ちょっとだよね、うん、私もそうだった。6年1組がいつも平均点高かったし、うんうんうん、テストとか。でも中学はそんなことなかった、小学校の時だけ。え、小学校だけ、ね、中学は平等だったかも、全部結構、うん、うん、てかクラス多くて分からんかった別に。中学何組まであったん？7組まであった1年。やばー、うん、1年、2年、3年と7組まであった、全部。いやー、じゃあ4組だった。うん、何よ、最初学校は何組？小学校は4組まであった。あー、うん、じゃあ3組や、うん、そうそうそう。まあ、もしこれ、え、全員の名前と顔一致する？学年の、すごい、なんかさ、うん、3年間全員同じメンバーじゃん、うん、学年じゃけ、もう全員分かってたの、中学校、中学校も小学校も、うん。でも確かに7組もあったらさ、うん、分からんかもね。確かに喋ったことない人の方が多い、中学校とか。やばー、うん、マンモス校だ。でも、うん、なんか狭く深くタイプだったし、風もあなんかそんなに輪っかは広くなかったって感じだと思う、うん、あね、うん、そうそうそう。なんか違う小学校とかからめっちゃ集まるじゃん、うんうんうん、ね、俺は1組だったけど2組に好きな人がいて、合同授業の時はいつもドキドキしてた。あ、甘酸っぱ、甘酸っぱいな。合同授業とかあった、なんか、数学の、合同授業というかなんか別れさせられるみたいな、一つの組を二つに分けられて、偉いグループとおバカちゃんグループみたいな。なかった？高校の時はなんか、うん、コミュニティ英語のクラスでとか、なんか数一とかでなんかそういうので分かれてたけど、うん、中学はなかった、そういうの。あ、うん、そう、選択授業は中学はそんななかった。高校はいっぱいあったけど、うん、ね、うん、どっちだったの、おバカちゃんグループといい子ちゃんグループ？え、おバカちゃんグループしか入ったことない。ちょうちゃんってさ、うん、なんか勉強できそうに、うん、見えんか。めっちゃピアノ弾けそうに見えるって言われる。あ、弾けそう。なんか私あの STU に入った時はすごくそういうイメージだった。あら、だったって言って、待ってたよ。そういうイメージだった、うん、そう、うん、ね、うん、できそうね、うん、勉強はね、うん、どっちでもいいんだよ。え、本当にそう思う、ね、なんか学校にはなんか勉強を学びに行くというか、うん、なんか勉強をなんかやらなければっていう危機感を学ぶというか、なんかその姿勢を学ぶっていうイメージ、うん、そっか、うん、そうだよ、うん、本当だ、私極力いいんやから。確かに。そうだよ。いや、私はもうボケ担当で行ったんだよ。したらまさかの、うん、完璧役は、うん、上がってしまってびっくりドンキーですよ。うん、はじめまして。いや、でも、うん、学校はねやっといた方がいいよ、できるときに。そうだね、うん、それな、ふーちゃんやばかったって、それな、それな、うん、学級委員、え、私学級委員やったことあるんだよ。え、
生き物係とかじゃないの黒板消し係みたいなえすごい、え黒板消し係とかはさそれと別にあったんよ。で、そうなんだ。委員会か、うん、意外、初めて知ったでしょ、うん、なんか体育祭の時期にやりたくて、なんか学級委員になったら、うん、なんかいい感じのことがあったの。内心みたいな、いやなんか楽しくて、そう出会った。すごーい、すごーい、うん、何だった、覚えてない。風紀とか、やらない保育とか、あ保育保険、えやらんといけんくない、あなんか絶対じゃないか、でも中学は絶対じゃないし、うん、小学校は5、6年生だけだった、うん、あでもそうかも、そう中学はなかった、うん、部活やってたずっと。あーそっか、うん、そうバスケ、うん、バスケやってた。えすごいね、ふーちゃん風紀係、え私風紀係絶対できない。風紀係もやってたよ、すごい、ほとんどやったかも、図書とか以外やった。小学校の時図書だったよ多分。お図書委員と放送委員もやった気がする、うん、えどっちもやったことない。本当？なんか図書は昼休憩に行かんといけんかったから、うん、ダメだと思った。それがよかった、図書室で、うん、もう過ごしてたずっと、うん、漫画あったよね結構、えめっちゃいい、 それはそうそうそう。中学の修学旅行どこ行ったんだって。広島、あ違う違う、中学は長野。長野、上下真ん中、真ん中どう、こういう形のとこ、えなんかそんな、形は想像つく、こうさ日本があるじゃん、うん、この辺よ。あそうなんだ、うん、栃木の方、あでも栃木のもうちょっと下、あで三重よりちょっと上みたいな。え滋賀県あるじゃん、うんうん、この辺に。えじゃあ結構ど真ん中じゃない、長野。そうか、えそうど真ん中、ど真ん中、あ愛知とか近い気がする。あなるほどね、うん、そうそうそう、うん、どこ行ったの中学。ああ東京、東京にいたんですか。東京に行きました。いいな。でもなんかディズニーとかそういうのも一個も行ってない。浅草とか、あそう浅草とか、いいじゃん浅草大好き、うん、あとなんかすごかった、国の各国の大使館、あそう大使館も行った、 あったよねそういうの。なかった、なかったいいね、中学でそれやったんだ、うん、そう、へえ。時半ごとに、うん、普通に電車乗って行ってチケットとか買って、大変、え大変だよ今考えたら、めっちゃ危なくない、めっちゃ危ない、そう子供たちだけで、そういうの。私はスキーだったな。えめっちゃいい、え長野、長野、え長野って雪あるの。雪すごいよ冬。えね絶対長野ってさ、うん、その真ん中のとこじゃないよ。真ん中なんだってね、真ん中ですよね皆さん、皆さん多分真ん中の概念が違う、ちょっとふちゃんは。えだ東京より下でさ、大阪より上は真ん中でしょ。え日本のそこは上だよ。え上って東北じゃん、だってじゃこうやって、えちはなんか縦で見るっていう、横で見るの。えそれがまず分からん、どういうこと、日本をこうするってこと。え違う、えなんかこう縦で中じゃん、うん、でこれをパッて割った、うん、こう真ん中で、その辺だってほら真ん中だよって。あそっ、みんなもっともっといけ、もっといけ、私がやってるのも真ん中なんだよで違うって上って言ってるじゃん。え待って待ってね、日本あるでしょ、うん、北海道、うんうん、日本、うんうん、沖縄、沖縄、それをこうこれが四角形の中に入ってるとしたら、うん、バッて割った、ここだからその辺だって。え嘘だ、本当だって、そういうことね、うん、あじゃあごめんあれ東京より下だよね。あそうか、そうそう、じゃあ真ん中か、真ん中だ、あそうそうそう、その辺、ほな真ん中か、ほな、うん、ほな真ん中やなこれ何の話か、ミルクロイでしょそうだよ、うん、そうそこだよ、真ん中、真ん中らへんでも、まあその辺、あそっかそっか、そう雪降るんだよね楽しかった、スキー一回も行ったことない。本当、うん、私毎年家族旅行で行ってたもん。えー、行きたい、雪岐阜とか行ってた。えー、そう岐阜も中らへん、
岐阜真ん中らへん。え、さ、大阪はさ、どんぐらい岐阜から車で、でも3、4時間じゃない、多分そんなかかってない、3、4時間だった気がする。あ、じゃあ広島から兵庫くらい。広島から兵庫に車で行ったことないけど、でも多分あ、でも大阪まで広島から。あ、そうじゃん、そうじゃん、あ、そうだね、そうだね、じゃあそんぐらいかも。なるほど、うん、そう、そうだね、そんぐらいだね、うん。楽しかった、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 イエス。ちょっとテンション高いかも、なんか、うん、ナチュラハイ、ナチュラルハイ、あ、そう、それ、うん、分かるかも、分かるかもしれん。ナースク始まったって見なきゃ、ちょうちゃん。じゃ、ナースク見たことないんだよね。え、オウムだよ、オウム。そう、あ、ケンタロウ、ありがとうございます。ケンタ、ケンタロウ、ケンタロウクロースケンタウロスみたいになってるやん。ほんまや、ケンタウクロース、ありがとうございます。たわたわ、すごい、クリスマスツリーだ、ほんまやね。でも星の形、え、なんか翼、翼が、翼が授けよ、レッドブルやん、それは。そうだよ、え、すごい、 あ、バッテリー、なんか、ジョリスロップ、え、ありがとう、はい、ありがとう、うん、いいよ。20% になっちゃいました。20% を迎えた携帯の末路はショールームが途中で切れる。チックショーちょっと似てなかった、なんかあ、でもちょっとニュアンスは。へえ、ナウシカ見ようよ、見る。うん、でも録画してるわ、家で。じゃあそれしてみよう。うん、見んやろ絶対。私まだあれも、こんな夜更けにバナナかよもまだ見てない。何それ。なんかこの結構前に金曜ロードショーか日曜ロードショー劇場か忘れたけど、やってて録画したんだけど、一応まだ見てない。そうか、いっぱいあるよ、ふんち今コンクラ3時間スペシャルもあるでしょ。見よう見よう見よう、うん、水曜日のダウンタウンがいつのか分からんやつがいっぱいあるわ、うん、ね、見なきゃ。自分のコメント見て、確かに私全然見てなかった。見ます、見ます、見ます、うん、いや見てたんだけど、なんか触れて、触れていこうか、触れていこうか、ちょうちゃんのコメント欄にも触れていこう、触れていこうか、やはり。もう9時4分だ。あ、ほんまよ。ね。サラバチ。サラバチやな。うん。ミュージックステーションみたいな。あ、さっきまでね、ちょっと見てた。ちょっとね、つけてたって感じじゃない？うん、喋ってて、うん、なんか BGM 感覚で見てたって感じ。確かに。うん。明日は早いですからね。頑張りましょう。頑張るぜ。え、でもあともうちょっとしかお仕事で会う日ないね。ほんまやね、多分会わないよ。今日と明日と。 LINE しようね。 LINE するかな。え、しようね、うん、するね、ちゃんと LINE、うん、する。明けおめってするわ。明けおめってする。じゃあもう、ね、明けおめ、うん、明けおめファイトって頑張ります。早起き、早起き嫌いじゃない。でもホテルの早起きは嫌いじゃない。大嫌い。本当？うん、そんなに嫌いじゃないよ。と家の早起きよりホテルの早起きの方が好き。わかる、ね、家はもうなんで私って今起きたんだろうとか思ってしまう、起きた瞬間に。わかる、もう一回寝ようかなって。わかる。ふーちゃん頭丸いんだねって。丸いよ、頭丸いですよ、うん、さ
きなトゥ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 まあまあ、眠そうって、うーん、ビンゴ、ちょっと眠いね、うん、お風呂入ったら寝れそうじゃない、すぐ、うん、ドライヤーせずに寝ちゃいそう。こないだドライヤーせずに寝てたでしょ。え、そうで、ね、2時間ぐらい寝て起きたの、うん、え、分かった、ちょ、途中起きてドライヤーしたの、それ分かんなかった。でもドライヤーせずに寝たなと思って、うん、え、なんかおやすみと思って寝た。あの時さ、目覚ましになってなかった、ちょ、聞こえなかった。なんかあの時ドライヤーしてないけど、うん、マジで眠すぎて、うん、20分だけ寝てドライヤーしようと思って、うん、目覚ましかけてたの、うん、そしたら起きたら2時間後ぐらいだった。やば、びっくりした。でも私も聞こえてなかったわ。じゃあ寝てたんじゃん、ね、最近たまにアラーム聞こえんもんよね。怖いよね、マジで、うん、怖い、本当に怖い、寝坊しそうになる、いつも、うん、千穂ちゃんには悪いけど、ふんちゃんは頭が悪いんじゃなくて丸いんで、どういうことやねん。誰も悪いなんて言ってへんわ。悪いって言ってないわ。ふんちゃん結構頭ね、いい頭してる、うん、ギャップ萌えしてる、嬉しい。私よくここ触られる人に、なんか髪質がいいって言われる、うん、なんかみちゃんがいつもこうやって触ってくるの、さらん、髪がなんか柔らかすぎて、うん、なんか頭蓋骨って感じじゃない？確かに、ね、確かに、ちょ、結構さ、うん、ふわっとしてるよね、うん、ね、頭蓋骨ですって感じ、うん、なんか違う人の、うん、なんかさーっと触るよりガガガガガガってやりたくなる。あ、人？うん、人のお尻とかギューってしたくなるし、うん、なんかギューってしたくなる。あ、ここ別にならんのかな、ここはだけど、うん、なんか髪とかはこうやって触ってたらなんか、うん、なんかこう当てられたくなるの。いや、逆立てたくなる。反抗してるじゃん、ね、反抗期だ、やば、うん、怖い、気をつけます。気をつけて。私なんか引きずられたくなる。引きずるよ、引きずってほしい、なんか、あ、なんか歩きたくない、そう、うん、こうやってなんか首をガッてやってこう連れてってほしい。それは難しいな、ね、ニーブラ、そう、ニーブラ、うん、懐かしい、ダンさん、いいさっき、これなんかこの間やった。なんで、なんか学園でこれ踊ったよね、ウケる。え、ちょっと覚えてる、いた気がする、なんか踊ったくないな、いつか忘れたけど、おきちゃんもいた気がする、おきちゃんいた、おきちゃんいた、なんかこういう時にいるよ、おきちゃんっていつも、そう、おきちゃんってさ、こういう変なことしてる時に絶対にさ登場する人物じゃない。そう、不思議だよね、うん、今日おきちゃんに聞いてた、今日さおきちゃんと話しててさ、うん、なんかさ私がさ31とかの話しちゃうじゃん、あれ、ね、聞いてたよ。その時にね、うん、なんか私がなんか結構前にツイートでなんか31のめっちゃ大きいポッピングシャワーのサイズのやつ食べたいみたいな多分ツイートして、それでおきちゃんが私も食べたいみたいな、で今度行こうみたいなをそのツイッター上では言ってたんだけど、なんか結局行ってないよねってふうが言ったのね今日、うん、そしたらおきちゃんがその時はまだ仲良くなかったですもんねって言われたの。いける、そう、でも確かにって感じ、うん、その時はそんなに二人で話すめちゃくちゃ話す間柄じゃなかったんだけど、うんうん、そうだけど今ならいけるねってお互いで言ってた、今ならで、どっちの冷蔵庫に入れるっていう話をしてたしてたね、そう、私だねって言って、うん、言ってたの。サティワン行きたいな。行きたい。何が好き、ね、一番？どうポッピングショーかも。サティワン？うん。なんかそれを絶対頼んで、うん、他はいつもなんか行くたびに新作のやつとか。うん、ああ確かに。そう交互に頼んでる、うん。ポッピングシャワー美味しい。
チョコミント食べたい今。え、食べたい爽やかになりたい、口の中ね。爽やか体操、アイス食べた。あ、キャラメルリボン好き。あ、いいね、うん、キャラメルちゃん。私あれも好きなんだよね、ナッツトゥーユー。あ、そっちね、うん、ナッツトゥーユーめっちゃ好き。そっち、そっち好きだよ。バニラはお店によるな、好きなの。じゃあバニラあんま頼んだことないかも、お店で、うん、なんか北海道ミルクバニラみたいな、うん、そういうのは頼んだこと。美味しいよね、でも、うん、でこうやって歌うなんか面白くない？なんか顔が全部バレるって感じする。ほら、なんかチョウのマスクあんま出ん。確かに、フーのほら、すごい、ね、見て、すごい、なんか鼻が、うん、ほら、ただここぐらいまで見えるよ。ほら、口、口、あ、ほんとだね、うん、あ、湯気すごい、うん、面白い、うまいやな、うん、笑ってるみんなが、ほんとだ幸せな世界ね、うん。これピッタかな、わかんないよ。ピッタ、ピッタじゃないかも。なんか少しはいっぱいするっていいよ。進撃の巨人のに出てきそう、ね、そういう巨人って感じ。でもそこまで巨人じゃない人の顔、うん、弱いじゃんそうだよ。調査行こう。マジでふーちゃんの影響で言うようになった言葉いっぱいあると思う。言葉とかなんかそういうなみたいな、めっちゃやる。私もめっちゃやるようになってない？やるようになってる、うん、映るよね。でも、うん、一緒にいすぎて、うん、でもお互い映り合い一個してると思う。わかる、うん、私も映ってるのあるもん絶対ね。うん、うん、わかる。深い話、チュ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 。クリスマス合唱団ゼロ歳や眠そう。なんか違う、なんか今はちょっと眠いけど、そんな眠くない時も眠そうって言われる。うん、いつも眠そうだよ。今はちょっと眠そう。うん、うん、あの人は合ってる？でさ、絶対そうだと思った。すごい絶対そうだと思った。やった、こんなにすごいことってある？あるな。ゆーめっちゃホーリーで。あ、私これ言った言った時めっちゃ当たって。それな。なんかイエーイって言ったら絶対言うのこれ。タレミやから確かにタレミ。しょうちゃんパンダさんって感じ。パンダシャン。そう。なんかまばたきの普通の人が考えだったら、うん、なんかすごい遅いって言われる。ああ確かに。うん、それが要因だよ、うん、言われる。確かに。となんかだから眠くなりやすいんだよなと思う、授業中とか。あ、重く感じるから自分でこうやってやったら。なんか赤ちゃんとか、確かに、うん、なんかティッシュとかで顔ちょっとふわーってやったら、うん、何回かやったら寝るんだって。へえ、ね、面白、ね、すごいね。確かに眠い時ってめっちゃゆっくりになるね、まばたき。ね、だよね。確かに。眠い時って白目になら、眠い時、うん、うん、マジ、うん、なんか寝ちゃいけんくて眠い時。あ、確かにこれ絶対白目になってるかも。うん、じゃあそれで白目上手くなった説ある。へえ、うん、確かに。うん、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 何時までやる？ほんまや、もうあれする？そろそろ。まあ、うちでも何時までする？うん、じゃあ半までする？あ、そうだね、うん、半までしようじゃん。テスト中寝たこと？え、テスト終わったら寝るくない？でも自分の答案用紙書き終わったら、
そういう、まあ、みんなそうだったよな。うん、みんなそうだった。何を言ってるんだ君言ってば、君言ってば、何をやってるんだそうだよ。テスト好きだった、だから嫌いじゃなかった。早く帰れるし。あ、ちょっとわかる。うん、好きだ好きだ大好きだ好きだよ、イエイイエイイエイ。いいよね。うん、好きだったって。雪やコンコン、あられやコンコン、降っても降ってでもまたすぐ積もる。マジ？うん。降っても降ってもまでしか知らなかったわ。違うかな。いや、でも合ってる気がする。また降りやまぬだって惜しい惜しい。ニアピン賞や、ニアピン賞開催違う気がするあらあらあら、みんな詳しいね、こういうの。なんか私いつもさ、コメントとか見てて思うんだけど、みんなさ知識量すごいよね。すごいなって思う。でも生きてる年数が違う、うん、先輩だから。うん、本当にすごい。うん、腰痛、うん、ね、真四角だもんね。うん、真四角に座って本当に思っ、え、適当だ。え、私ね、なんかこうやって自分がなんか本当にすごいって思ってることを言っても、なんか適当だねって、ふーちゃんっていつも適当なこと言ってるねって言われるの。でも間違いではないの。でもそうじゃない時もある。わ、うん、かる、言いたいこと、ね、うん、だから人間って難しいなって思う。人間って難しい。タラララララララ。え、ね、んふっかふっくろ知ってる？知らない。何それ？やばい、ちょっとめっちゃ眠くなってきたぞ今。あ、めっちゃ眠そう今。そうね何ふっかふっくろって。え、クイーンテクイーンテクイーンテ、それは知ってるの。夕方クイーンテ終わってからの次の番組、うん、え、見てない。私クイーンテットで止まってたかも。悲しい。私この歌完璧なんだよ。何それ歌って。走っ、待ってよ、最初どんなんだっけ。急ぐ時ほど口笛吹こう、楽しい。じゃあ分かった、あれ、あれにしてあげる。あの眠り歌みたいな感じで歌う。急ぐ時ほど口笛吹こう、楽しい時ほどにっこり笑顔。ふくぶくろ追いついてくるよ、だからそこらでそよ風を。あ、そうだ、ちょっと待って寝れそう。でもなんか一人がさ、まったり歌っててさ、もう一人がなんかもうこんなの頭を抱えてるみたいな違う世界を生きてるみたいだった、うん、めっちゃ眠くなってきた。急に来る眠気、ね。これ王道の子守歌。うん、あ、これ世界的になんだね。コロニア、まコロニア。もう分からん。日本語で遊ぼう。お父さんスイッチの出来上がり。作り方やろが。もう出来上がっちゃう。作り方やろが。作り方。お父さんスイッチ。あ、あ、え、それだ。大丈夫？空き箱にご飯、あ、空き箱にボタンを5つつけまして。あ、それもあった。うん、ひらがな5つ入れたなら。お父さんスイッチの出来上がりじゃない、それ。違う、あとワンフレーズあるんだよ。そう、ひらがな5つ入れたなら、トゥントゥルルントゥルントゥルントゥルン、お父さんスイッチの出来上がり。シャキーンは何それ。誰？結構ゼンマイ侍は。あ、ちょっと全然ゼンマイ侍の
する。お団子だん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 のだんだん。何その詳しいの？初めて NHK 子だったんだよ。初めてだから。初めてだから。全然全然ダメだ。だんだんの。瞬間。中東朝昼バーまだわかんない嘘花咲けパカカン花かっぱうー開花あー、ほんま元気花かっぱの歌もう一個なかったえ、なになんか誰の、誰だっけ誰かが歌ってたやつえ私なんか小学校かなんかの時やってたんだよね、うん、忘れちゃったらやめようだからやめようやめよう、うん、何じゃあ何歌う坊や良い子はねんねしなねんねしなってなんかねんねしなじゃないのねんねしやじゃないのねんねしや、うん、なんかねんねしなってなんかさきつくない確かにねんねしなみたいな、うんうん、確かにあれ歌いたいんなんだっけおじゃる丸の最初の歌おじゃる丸ってことだろおじゃる丸様おじゃる丸ってどんなセリフ言ったっけ？でんぼ、でんぼ。ああ似たかも。うん、じゃあでんぼするね。でんぼ。ちょっと誰か友達みたいな。行くよ。ちょっと待って。行くよ。でんぼ。あ、おじゃる丸様。いいよ。いいよいいよ。いいよ。これなんかできるものない？じゃあ何でもできるから。え、ちょ、え、何ができるの？え、もうな、言われたやつ全部できる。ぼうちゃん。しんちゃん。それはちほちゃんよ。それはちほちゃん。違う、なんか。あ、じゃあ僕いけるよ、ぼうちゃん。はい、やって。ぼう。はぁ。どう？しんちゃん。いや、ちょっと、もう一回やらせてください。はい、どうぞ。しんちゃん。あ、そう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 。ぼうちゃん。え、ぼうちゃん、出てますね。おままごとしましょう。ねねちゃん。うん。しのすけ、やめろよ。あ、ちょっとこれダメだ。風間くんです。うん、ちょっと言いたい、やりたいこと分かった感じ。風間くん声難しい。うん。めいちゃん。おばあちゃん。世界に似てる。さ、フレーズじゃない。フレーズでわかる。全部フレーズでわかっちゃうんよ。確かに。え、なんだ、何があるだろう。はい、結果発表すごい待って私も頑張りたいちょっと待って結果発表そうなんとかも死ぬやん死ぬやんもえー、そっか何だろうな何やってほしいですか何やってほしいですかスティッチおいスティッチそんなことあるスティッチえスティッチなんかスティッチみんな友達みんな友達って聞こえるみんな友達え、にゃんちゅうできるにゃんちゅうは知らんのよ、うん、にゃんちゅうえ、そうにゃんちゅうって何などういう人なのね、にゃんちゅうはなんかクチクチしてじゃないと島次郎なのにゃんちゅうおいえにゃんちゅうと島次郎は別物え大別物だよそっかにゃんちゅうだにゃん知らない悲しいにゃんちゅうって人気だよそうなんだ、うん、じゃあがんこちゃん知ってるがんこちゃん知ってるよ、うん、えがんこちゃん知ってるのに、うん、にゃんちゅう知らない、うんうん、がんこちゃん知ってるよガングロタマゴちゃんとか懐かしくない懐かしいおでんくん私ガングロタマゴちゃんって思ってた自分のことえそれちょっとどういう意味で思ってたんだろうっていう気持ちめっちゃ黒かったんよコナンくんしてたって真実はあちょっと高すぎた、うん、真実はあコナンくんあんま知らんな、うん、コナンくん、うん、コナンくんパス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 難しいね、うん、じゃあ私のお箱しますローラ？なんで分かった？いいよやって。
はい、どうぞ。ラジオ、ハッキー。え、でも似てる、本当に似てる。嬉しい。あ、似てるでも。そうだ。嬉しい、似てた。どうだよ、似てる。までしか無理なんだ。え、すごい。すごいね。あれって。いいね。モノマネあるのいいな。うん、うん、疲れた。メンバーモノマネだって最高潮アリちゃん、うん、最高かよ。これ似てない？あ、確かに、ね、誰があるやろ。誰がある？私のモノマネをするオキちゃんのモノマネ、うん、だからこそでしょ。だからこそでしょ。分かったかもしれない。これなんかセプトでこういうセリフがあるんですけど、ちゃん私のいつもやってるのはフーとおきちゃんと、いつもフーちゃんとおきちゃんがマジでめっちゃモノマネしてくれるんです。分かったかもしれない。だからこそでしょ。考えないと、考えないと。私も、おきちゃんのおきちゃんのちゃんのふーちゃんのは、うん、私一回モノマネしたけど二人とも全然納得してくれなかった。ちょっと声というより動きのモノマネ、あの掃除用具のなんかちょっとちょっとみたいな、あ、それ似てなかった。それ分かんなかったやつでしょ。ふーときちゃんがどこやってるか、私すっごい本気でやったのにどこみたいな。そう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 、メンバーモノマネ、メンバーモノマネ難しいよね。あ、降ってきた。すごい。みみみみみみうーさみ、このうさうさうさうーさみ、ちょっと似てない？うん、どう？ふーちゃんがうさみを歌ったって感じ。あー、ココアとかもなんかココアこれしか、何それ、こうやってやるのいつもこうやって指さしてくる。ああ、わかるみたいな時、ね、あー確かに確かに、そう確かにこうやってやってくる。うん、似てる？嬉しい。うん、でモノマネこの人といえばこれみたいなあんまないね、なんかモノマネのやつで。ミチできる、ミチ二人ともできる。はい、寝よ、せーの。ミチね、なんか昨日ミチになんかその話になって、なんかチョウが前ショールームで、うん、なんか S T には寝落ちのプロがいるみたいな言ったの、うん、ミチのことを。うん、そしたらみちと昨日お話し会あった時に、うんうん、私のことなんかバカにしてたでしょって言って、そう、なんか寝落ちしてバンされたことはないらしくて、え、すごくないそれ。だからプロだなって思った、ね、ギリギリで起きるのかないつも、うん、キリキリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダメが崩壊する。私あれ、あれが好き、まばたきさえもまばたきさえもこのやつ。ほのたんのモノマネしたい。ほのたんなんだろう、なんだろうね、マジで。ほのたん人のモノマネやりすぎてるんよ多分。そうなんや。じゃあダンスの先生のモノマネをするほのたんのモノマネ。え、違う、それそれはさ、あ、もえかちんの方。でも出てるでしょ。あ、確かに、うん、どこのコメントかも出てるよね。もえか先生、え、何なんだっけフレーズ。あ、はい、じゃあストレッチするけん、今日は本当にみんな頑張っとったけん、頑張っとったけん、明日の本番に向けて、うん、もっともっと気持ち盛り上げて可愛い、頑張っていきたいなと思うけん、今日は早く寝てください。じゃあお疲れ様でした。かわいい、ほんまにほんまにかわいいんですよ。かわいい、なんかメンバーと仲いいよね、はい、今日は聞いとる聞いとるこれほんまにバカにしない、ほんまにやるんですよ、うん、そう膝を落とすまだいけるじゃろおまえか先生これ見とったら怒られそう、怒られそう。なんじゃあんまバカにするっけん、うん、見たんじゃけんね、いつも見たんじゃけんね、絶対どっかから
バレるわ、絶対バレるわ、これは。怖、ね、怖。気をつけよう。ダンスの先生みんな。みんな可愛い、本当に可愛い。ね、みんな可愛くて、めっちゃ年離れとれたわけじゃないけんさ。だって、文化先生、忘れちゃった何歳か。でも、うん、22、3ぐらいじゃなかった、多分。うん、なんかすごい、ね。ね、話しやすい。そう。めっちゃ可愛いですよ、本当に可愛い。うん、あ、9時半過ぎた。あら、お風呂入んなきゃ。ほんまや、メール送んなきゃ。あ、ほんまや。じゃあ、お礼していきますか。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 そういうとこがさ、似とるんやろね。似ていくんやろね。お礼していく。うん、じゃあ、はい、読みます。はい。30位演歌家さん、奥行きさん。29位ディープコンパクトさん、キーホンコンさん。28位コウキさん、ダダナ。27位薩摩の妹さん、リカルさん。26位水軍スピリットさん、ポニ太郎ふーちゃん大好き。25位たくみさん、ハムさん。24位ともさん、カナリアさん。23位ゆきやさん、まさし。22位ふーくろさん、こうすけくん。21位エリアルマルさん、おかずさん。20位横山子さん、平田くさん。19位周吉さん、トップ10のおしょうみかの面白い曲。18位クリプトンさん、かずきけけ。じゃあみかのさんのあれ見た、みーの。あ、私見したか。あ、そう、可愛かったね。そう、可愛かった。はい、17位が次。あ、違う、18位私言ってなかった。おふろしのたかさん。17位ジムジムさん、監督ふーさんメリークリスマス。16位ニコライさん。16位タミス、トリウミさん、なーちゃんかみましディディ。15位ゾニゾニさん、シン、いい子にしてたので愛のプレゼントください。14位キタエさん、テンポイントジュニアさん。13位イギータさん、ピピピメリークリスマス、仕事納めで9連休。やばいね、やば。12位ドーグラスさん、ライさん。11位キョンシーさん、ロングソードさん。10位アンパンマンナソユサノコさん、ただし。9位おいでます元気さん、そうめんふうちほしか勝たん、最高、一番好きだよ、だって。うれってぃ、うれってぃ。8位トニーさん、あきあきあき、6枚目の全日程の参加決定者、よろしく、お、お願いします。7位しんやさん、ラッキーセブン。吉田さんちの数、メリークリスマス、ふうさんとの子、ふうさんと昨日おったわ、ラッキーセブン。6位マーチンさん、雪はや、おふうさんとは枕元にいませんでした。そうなんだよ、仕事サボっちゃって。5位グリオティーヌさん、ともき、お風のクリスマスプレゼント考え中。4位広島港パセリさん、すごい。4位広島港パセリさん、すごい。2人は一つ好きなやつだね。ね、ニコイチじゃん、ね、すごい、え、すごい、すごい、うん。3位陽一さん、3位、レアキャラのケンタロウ、風地方にメリクリを注ぐ、メリクリ、メリクリ。2位電化会さん、2位キクアニさん、そしてそしてまたです、第1位はゆうたさん、かやたん、ふうちほ尊い、イエイエイ、ありがとう、ありがとうございます。感謝です。極みってる、極みってるよ、これは。ありがとう、ありがとう。久しぶりにふうちほ配信でした、うん、ね、楽しかった。クリスマスは2人で過ごしましたね。イエイ。昨日も、え、昨日？昨日なんか昨日話し会だった。話し会の後あったっけ？会ってない。あ、昨日会ってない。そう、珍しく会ってない。そうなんだよ。ほぼ毎日ね、会ってますね。うん、それな。うん。うちありがとうって、ありがとう、こちらこそ。ありがとう。じゃあ、なんていう？あ、何枚目？あ、間違えた、あ、赤い目だ。二重受付中ですもんね。ほんまや、ほんまや。ね、あの、また服交換したい。あ、しようしよう。ね、しようよ、服交換。一回ね、私服交換したんですよ。じゃあ、破した風が、石田千穂に来てほしい。あ、いいじゃん、いいじゃん。渡すわ。じゃあ、千穂も渡すわ。え、しよう、交換会。いつか、うん。いろいろね、うん、するので。楽しみ、楽しみ。ね。ね、ぜひ。じゃあ、終わりまーす。メリークリスマス、バイバーイ、バイバイ、またねー、3、2、1、バイバーイ、おやすみと、おやすみと。